はい、じゃあ今日は2月14日ってことで、2月14日といえば偏分別法の基礎時間ってことで、はい、じゃあ、まあ偏分別法について、まあ、話したいと思います。今日の参考文献はこちらに載っています。まあ、主に1番を参考にしました。はい、で今日は偏分別法のまあ、主な対象と、まあ、で結局、まあ、どういう感じでやるのかっていうのを話して、で、2番3番はそのあれですね、細かい議論について話して、で4番で、まあまあ、ちょっとしたあの何ですかね、復習みたいなのをちょっとして、で5番でこれ説明全部したかったんですけど、ちょっと僕の準備不足と多分時間的な関係でもいいので途中まで説明します。じゃあ偏分別法の主な対象です。まず、やりたいことはパラメータの分布が知りたいで、前ベース推定という話をしましたけど、まあ、いくつかの問題点が考えられるって話をしました。例えば事前分布を持たないってパターンです。次の誘導モデルは、長域事前分布を持ちません。行列分解モデル、混合ガラス分布モデル、潜在離陸例分解モデル。で行列分解モデルっていうのは推薦システムっていうので、なんか結構例えばユーザーがだーって言ってなんかスコアつけてって、じゃあ今度どんな感じにこの人は、まあ、好みの傾向があるのかとか、まあ、みたいな推進システムとか、あるいはクラスタリングするときに、まあ、クラスタリングの多分一番の基本は K-means である。で K-means でもそれは K-means だとクリスプに分けてきちゃうから、なんか例えば混合ガウス分布ってものを適用して もっと曖昧的な、もので評価したいっていう時とか、あるいは潜在離陸例分配モデルっていうのは文章データの次元を削減したいとか、まあ、こういう、まあ、結構大事なモデルなんですけども、これらはパラメータ全体では領域事前分布を持たないんですけど、まあ、で事前分布が分かんないから自己分布も分かんない、自己分布も分かんないってことは、まあ、パラメータ真の分布っていうのは、まあ、全く見当つかないんだけど、実はさっきのモデルはパラメータ全体の表域実践分布は持たないけど、あとパラメータ以外を定数固定として、で部分的な表域性を持つことがまあ知られていて、でこのようにパラメータの独立性というのを仮定もしくはまあある程度証明できるならば、まあ、条件付き表域事前分布を持つことができます。でまあ簡単に例えば自己分布がこのように表されていて、今パラメータが2つありますね、このようにあって、で事前分布っていうのはこれはまあ数学的に成り立つ2つの方程式ですけども、でただ、まあ、事前分布にだから条件がついてる。でも W2 っていう条件付き確率ですけども、でもこの W2 がもうなくてもないものと同じだと、パラメータは独立していると、 W1 をこう動かして W2 が変わるってことがないみたいな、パラメータの独立性ってものが仮定できるならば、 W2 を定数とみなして、で W1 を変数とみなしたときに、その誘導関数モデルに対して長域事前分布があるならば、それを条件付き長域事前分布として用いることができる。で、まあ、このようにパラメータの独立性というのは、まあ、こういうふうにも書きますけれども、一般には同時確率ってものが、まあ、これ同時確率ですけれども、これを、こういった個別のパラメータごとの、確率の積分にできる。まあ、これは IID ではないというのは、要するに同じ確率分布に従うとは限らないわけですね。一方は、まあ、適当言いますけどベータ分布だけど、一方はディリクレ分布だとか、まあ、そういうのはあります。で、まあ、これによって、まあ事前分布が、まあ、パラメータで分解できるというか、パラメータ自体にそもそも独立性があるっていう視点だったらば、まあ、自己分布も、まあ、ある意味、独立して、このように、まあ、積で表せるのではないか。これを、まあ、近似事故確実分布です。でこれに最も事故確率と、まあ、似ているものになるようなこの QW ですね、まあ、細かい QS を知りたいってなって、じゃ まあこれで解けるのかってなったら、まあ、解けるかもしれないけども、こういうふうにパラメータが複数になってくると、
分配関数 z っていうのはこれですね。正規なんだ、正規化定数とかも呼ばれたりしますけど、あとは周辺誘導、周辺誘導ですね、周辺誘導とも呼ばれたりしますけれども、まあこれ、まあ、今回は先に言っておきますけど、結構統計力学的なモデルに基づいているので、まあ、そういう用語をちょっと入れていきたいと思います。まあ結局そのさっきのセットですね、ここがベースについてとやりましたけども、まあ、積分で表されて、この積分が結局、変数が多すぎてところが大変、もしくはそもそも解析的に解けないという問題点がありましたという感じですね。で、まあ、じゃあ変分別法っていうのはどうするんだろうっていうのは、まずパラメータの独立性っていうのを仮定します。でその次に、半関数変分自由エネルギーという、まあ、一つの、指標みたいなのがあります。これを最小化にするような、最小化にする、この Q ですね、 Q の組を、平均罰金値ですと呼んで、まあ、それを変分法というもので、まあ、最小化にするものを求めて、それを近似事項確率分布として、まあ、するというものです。でこれ結構本によってこれちょっと変わっていて、これに符号をつけたものを変分加減とか、あるいは証拠の下界とか言って、これを最大化にするっていう説明をしてある種もありますけど、まあ、今回はこちらの変分自由エネルギー法で説明したいと思います。でじゃあ具体的にどういうのってなる前に、まず、自己分布の、ちょっと変わった表し方を説明します。まあ、自己分布、で今回その、まあ、本当に求めたいのはパラメータの分布なんだけど、結局自己分布に近づくようなものを求めるので、今このようにパラメータの分布を定義します。要するに自己分布、とします。で自己分布は、このように表されて、ここ、ファイは自然分布で、ファイのあれはあれですね、誘導関数になりますね、これですけど、でこれをですね、まあ、ベータっていうのと、この H、ここでハミルトニアンって言いますけど、これをですね、こういう形になるように、します。こういうポゼスマン分布の形なんですけども、こういうふうにするような、に関数を決定します。で、そうすると、まあ、分配関数の方にもベータが入ってきますね、ここに誘導関数の、ここにベータが入ってきて、で、まあ、これは、そもそも分子のものを全部積分したものになりますけど、でハミルトニアンは、まあ、このようにやってこのようになります。で特にこうハミルトニアンは結局これは何なんだって話なんですけども、これはですね、対数誘導と、これはですね、まあ、でちょっと話が戻りますけど、ベイツ推定っていうか、あれですね、マップ推定の時に結局マップ推定の時に最大化するのは、誘導関数に実践分布を かけたものをの対数を取るっていうのをやりましたけれども、今回はですね、符号がついたものがそれに当たりません、ベータが入ってますけれども、ね、そういうマイナスがついているので、これハミルトニアンは最初にするような今まで の左右推定とかマップ推定とかはやっていたわけです。でこの謎のベータっていうのは一体何なんだってい いうのは、これはですね、基本1から無限大を取るんですけれども、1だったらいわゆるマップ推定の形になるわけですね。でベータが無限だと、この、事前分布の影響がほぼない、これはいわゆる、左右推定に当たるわけです。つまりベータっていうのは事前分布の影響をどの程度、及ぼすのか、でこのベータを統計力学的なモデルになぞって逆温度と呼びます。で本題です。で今自己分布と同じような結局近似自己分布を求めたいと、じゃあそういうなんかそういう表す指標あるのかってなった時に、その一つが、カルバックライブラ情報量っていうものです。まあ英語だとライブラです。たまに距離とか呼ぶ人もいますけれども、あとまあ相対エントロピーですね。これを使うのは結局やっぱ統計力学的モデルになぞって、その相性がいいわけですね。これを使うわけです。で、まあ、これはどういう定義なのかというと、 P と Q っていうもののやつをこのように表すことができ、
まあ、その仕様をこのように表すことができて、でこれをですね、先ほどの自己分布 PW を入れて、ちょっと変形するとこのような形になると。でこの今カルバックライブラ情報量を、最小とするような、まあ、0が一番下なんですけど、要するに普通ゼロより大きい値を取るわけですね。ゼロが一番ちっちゃいんですけど、そのような、ものを見つけたいと。で今とりあえずゼロと置きますね。そうするとですね、まあ、さっきの式をゼロにして、この、これはベータが1の時は対数誘導って言うんですけど、あのですね、まあ、それをそっちに移行してやると、まあ、このような感じになって、ああそうで、そうすみません、これにミニマムがついてないのは、これは今 Q とか P とかに関係ない、特に Q ですね、今 Q をあの変化させて考えるんですけど、 Q に関係ないからミニマムはついてなくて、こっちにはミニマムがついてるわけですね。でまあこれをまたあの、まあ、ややあのあれですけど、統計力学的なモデルに沿ってベータと F、というように書きます。でこの F ですね、これをまあ、ここではその理論的な意味という意味で真の自由エネルギー、統計力学的な間だとまあヘルツホルムの自由エネルギーとか言ったりもしますけれども、まあここではとりあえず自由エネルギーと呼んで、でまあこの原理ですね、この一連のこの結局ミニマムを取るような自由エネルギーを見つけてやればいいっていうのをギブスの変分原理と呼びます。あで、一般にですね、これって結構ハミルトニアンとかして、あのあまり、まあ、見ないかもしれないんですけど、まあ、一般的ってわけでもないけど、他の教科書とかだと、ですね、このハミルトニアンっていうものを、まあログで無理やり表すとですね、まあ、ログだから、なんですか、あの中身っていうか、あそこはエクスポネンシャルになって、でこれがログですから、あれですね、E のそのログ上は。こう下ろせるやつがあったので、まあ、結局これがあの降りてくるわけですけども、これになって、でこれをですね、自由エネルギーのものに突っ込んでやって計算していくと、それで、でこの積分ですけども、このように確率分布が、かけてあって、これの積分っていうのは、確率的な平均、期待値になるわけですね。こういう期待値です。 Q という確率分布によって、あの平均を取っているものをこういうふうにここで書きます。でまあ結局最終的にはこれがあれですね、まあ誘導は生成確率なんで、結局これが、まあ、このような同時確率分のあの Q ってなって、まあこうなります。まあこのように書かれている場合もありますというだけですね。で今、じゃあ対変数にしてみましょうってことに、二変数にしてみます。で二変数の確率分布、真の分布っていうものを知りたい。でここで独立性の仮定より、近似自己確率を Q と R とここでします。でこの時にですね、これはもう緊張してるわけですので、ここで求められる自由エネルギーっていうのは真の自由エネルギーよりも大きいものになります。でまあこれをですね、まあ、変分自由エネルギーと、まあ、平均バージュエネルギーとかも言ったりします。で、でじゃあ Q と R がどんな形してるのって話なんですけども、ここであのラグランジュの未定常数とですね、Q と R をの相和則ですね、あのシグマであるでイコール1っていうやつを制約条件として、でカルバックライブラー情報量とあのに、まあ、に対してラグランジュ未定常数法を用いてやると、このような条件が出てきて、これを自己無矛盾条件と呼びます。で、まあ、Q と R がこのように、比例し合って、でここ、まあ、ここをもっと書けば、このように期待値の、まあ、エクスポネンシャルですね、それになると。で、まあ、これあのまあ、なんだ、それじゃなくて、なんだ、比例ですね、比例なわけなんですけども、まあ、このようにですね、こうあの自己無矛盾条件を満たすものっていうのは基本的にたくさんあります。で、まあ、この中で、まあ、ミニマムのものを、まあ、見つけていくっていう、ミニマムのものを結局その真の一番近いですね、あの近似している Q と R とするのが平均バー近似法になります。
でさっきの一般にですね、二変数だったんだけど多変数だとどうなるのってなると、まあこんな感じになります。まあそうですね。でまあここで一応忘れてほしくないのはベータっていうパラメータがあって、で特にですねベータっていうパラメータによって当然ミニマム の自由エネルギーは変わってきます。というか変わることがあります。要するに多少動かしても大丈夫だけど、あるところでなんか怪しくなってきて、ある値を超えたらこう変わる。これをですね、ここでは相転移と呼ぶことにします。で例題を解くための準備っていうことで、準備ってほどでもないんですけど、ディリクール分布っていうのがどういうものに従うのかっていうのをちょっとここで復習しておきたいと思います。ですね、今、直論言えばこの K-1 次元標準シンプレックスってものに属していれば、そのディリクール分布に従うっていうわけです。で、これはどういうものかっていうと、まず実数で、で0から1の間をそれぞれ取っていて、でそれらの相和が1になると、だから結構確率とかが当てはまるわけですけど、これがディリクール分布に従うというわけです。で積分するときはですね、一応相和則 の条件を追加しちゃう、微小量をそういうふうに定義しちゃうっていうことがあります。でここは今日結局その5番で使わないので、あんま説明しないんですけど、D ガンマ関数っていうのだけ、なんかそんな存在がっていうのだけ覚えていただければ、要するに本格的に今日はやらないんですけど、解き切ろうとするとこういうのが、ちょっと知識が必要になってくるっていうのだけ覚えていただければと思います。で例題ですね。で今回混合指数型分布っていうものを題材にしたいと思います。でそれはどのように表されるかっていうと、まず指数分布がこのように表されて、パラメータは B ですね。でこれにですね、さらに混合っていうわけで A っていうものがパラメータとして付いて、それの差の Y になっています。で X はデータで、今パラメータは A と B でとして、でこの A なんですけれども、これは混合比率って呼ばれるものになります。要するにそれぞれの指数型分布っていうのがどれくらいの割合でいわゆる入っているのかというものになります。でこれはですね、K-1 次元、標準シンプレックスに属するものですので、そうですね、属します。でさっきちょっとスライドの関係説明できなかったですけど、 K をコンポーネント数と呼びます。で、そうですね、パラメータの独立性というものをまず仮定して、自然分布というものを以下のようにします。自然分布がまず自然分布の積で、こっちのファイと、このイーターはハイパーパラメータになっています。で、Φ1 はディリクール分布になっていて、Φ2 は、これは自然超域自然分布の一般的な形になってますね。一般形です。はい、こちらにはこういうふうに書きます。はい、でこれでじゃあ誘導を求めようと思うわけですけど、これはですね、あんまりよろしくない形っていうか、このシグマが入っていて、嫌な形っていうか、一般的にこれを積の形にし扱いたいっていうことが多くあります。結局その確率の一つの強みとしては、積で議論できる、あるいはその積で例えば同時確率持ってってまた別の、確率の形に変形できるみたいなのがありますので、この形はあんまりよろしくないと。でそこで、隠れ変数っていうものを導入します。でつまりですね、 P のその X のオーバー W ではなくて、 P の X、Y オーバー W の誘導っていうものを考えたいと。で今競合的な確率変数っていうことでですね、これはですね、ここにこの集合があるんですけど、それを被らないってことです。これを取るのかこれらを別々に取るっていうので、でそのこれらって何だっていうんですけど、ちょっと概念的記号としてはちょっと正しくないんですけど、一つの要素だけ1を取る、他は0
っていうものです。でまあこのような、隠れ変数を、考えます。で これの表現はですね、マンオブ系表現と呼んだりします。でじゃあ結局そのワンを y なんか決めたんだけど、この1ってどういう意味なのみたいな、この隠れ変数は一体何なのみたいなことになるので、まあ、これをしっかり確率モデルっていうものをします。で一般的に、まあ、このように定義されたポートが多いです。これを生成モデルって言います。と呼ばれるゆえはですね、結局この、まあ、パラメータがあったとして、この、隠れ変数がどういう確実になるんだっていうと、これはですね、混合比率のですね、これになっていて、まあ、ここ指数の型にあるっていうのはその、まあ、k をずらしていて、1の 時だけこの確率の確率というか比率が出てくる。で0の時は0乗だから1になっていくというわけで、これ結局その1っていうのは何を表しているのかっていうと、結局その今考えたいっていうか、そのまあ混合指数型分布がたくさんあるわけだけど、その今着目しているし分布の比率っていうまあことになります。だからこれ結局あるアルファがそのまま突っ込まないイコールで結ばれるわけですね。これは一つしか1にならないです。でまあまあ同様な議論でですね、結局そのじゃあ隠れ変数っていうものがまあまあある意味分かったとして、でデータですね、サンプルの確率はどうなのかっていうと、これはですね、まあもう y が分かっている、どういう分布に属するか分かっているわけなので、あとはそのデータそれその分布がまあどういうものになっているのかというものがここになるわけです。まあ、これまたワンオブ系表現の間で満たす系一つだけがそのまま等式に結ばれるという形になっています。でまあじゃああのあれですね、じゃあパラメータが与えられた元での X の分布はどうなるかっていうのは、まあ、このように変形できて、でまあ、ここはですね、求めたいというか、今代わりに求めようとしてものですけど、これは、まあ、ちょっとガーッて計算してやると、まあ、こういう感じになって、結局これの正規になるわけですね。このようになると、まあ、これだと正規の形に、まあ、なるわけですね。で、まあ、よってサンプル全体の、集合XN で隠れ変数全体の集合 YN とすると、まあ、変数の同時確率っていうのはあここ抜けてる、ここ P ですね、 P が入ります。これの U 度の2次全分布をかけたものが結局、同時確率分布になるわけですね。で今ベータイコール1とします。で、まあ、思ったより早く終わっちゃったんだけど、まあまあ、ここでまあ僕が力尽きたわけなので、あとは皆さんの宿題ということにします。でちなみにここまで解くと、これから、式変形していわゆる事項分布を求めます。これはだから X がデータの分け数が、これは与えられた元での分布を考えたいわけですが、これ変形して、YNW over XN っていう自己分布を求める。でそれに関して今度近似したいものっていうのが、今分かんないパラメータというのが Y と W なんで、それぞれに独立な確率の分布の積っていうものを考えて、それをカルバックライブラー情報量というものを最小にするような、まあ、ある意味変分ベース自由エネルギーというものを最小にするようなものを求めていくということになります。で、まあ、具体的には結局どういう結果が得られるのかっていうんですけど、まあ、具体的じゃ全然ないんですけど、結局ですね、これは期待値を求める上で繰り返し計算、再帰的なアルゴリズムで繰り返し再入っていうもので、期待値を小さくしていって平均罰金値を求めるということになります。でまず初期のパラメータをハイパーパラメータというのを設定しますね。多少制約はつくんですけど、導いた結果から、まあまあ、パラメータを設定します。で解くと式がダーッてたくさん出てくるので、隠れ変数の値を突っ込んで
更新して、でハイパーパラメータをまたそのこの2番を使って更新できるので更新して、でこれを繰り返して、でそうするとですね、まあヘムベースエネルギーがどん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 こうちっちゃくなっていって、でまあどこで止めるかっていうのはまあ個人のあれ自由ですけども、まあ変化量とか一つの基準として、まあワードという感じになります。で最後に注意です。隠れヘズっていうものを導入したんですけど、これで平均パッケージすると導入しない時よりも、まあ、導入したらまたそれで計算めんどくさいんですけど、変数を増やしているので精度は下がります。であとさっき弱温度が送電位を起こすって言ったけど、自然分布のハイパーパラメータも送電位を引き起こす要因となっていて、送電点付近では最も近似精度が悪化しますっていうのは、これは隠れ変数とパラメータが独立しなくなります。でコンポーネントの成分っていうのは、まあ、簡単に言うと分布ですね。分布のが微妙な重なりをしているときは推測するのが不適で、この微妙な重なりって一体何なんだって話なんですけど、今質型分布を考えてたんですけど、今混合ガス型分布を考えると、混合ガス型分布はこう山があったとして、それが半分くらい今重なっていると、でこの半分くらいっていうか、まあ、半分ぐらい重なっているとしたら、その時が一番近似精度が悪化します。でだからクリスプに分かれているか、あるいはもういっそのことドバッて、まあ、なっていれば、まあ、そんなことないんですけども、中途半端にこの相違点付近のですね、を取るようなハイパーパラメータがその辺を取るようななんか分布っていうものをなんか考えたい、あるいは真の分布が重なっていったっていう時は、これを推測するのがなかなか難しいですってぐらいですかね。まあだからある意味ハイパー最初の初期値の設定も一つ重要なもんで、結局まあこういう相違点があるってことは、まああのあれですね、複数のこの極値みたいなのがあるわけですね、最初って。だからハイパーパラメーター最初にどういう値を取るかっていうので、どういう方向に落ちていくかっていうのはあれだし、また中途半端なところに決めたら なんか思ったところにはいかなかったり、結局ベストの推定にならないっていうことがあるので、まあ、ハイパーパラメーターっていうの初期値は、まあ、ある意味任意ですので、まあ、いくつか変えて、自由エネルギーの最終的にそれを評価してみると。いうことで、まあ、その事前分布ハイパーパラメータを決めるところで事前分布ですね、事前分布っていうものが適切なのかどうなのか、統計モデルってものが適切なのかどうかっていうのを評価する、あるいはまあ変分別法自体が適切なのかどうかっていうのを注意して使っていく必要があります。じゃあ以上で終了とします。